はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日はいつね、今日は7月8日水曜日、時刻の方は15時39分です。グイ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 。はい、そんなわけでね、今回は何の動画っていうと、はい、今日はね、朝ちょっと違う別の動画で出したノブサウンドさんのドッグオーディオミニね、これが3380円で売っていたものが、ちょっと前から2999円にプラスダウンしてますね。それで元気なおじいの動画を見たっていうと、500円のキャッシュバック対象なので2499円で購入することができますね。残り現在14点となっています。で、これはヘッドホンアンプではないので、スピーカーを接続するアンプになります。で、今日はサウンドアーティストさんの44,300 いくらのね、アンプの音出し検証をしました。で、その時に使った電音のこちらのスピーカーね、同じものを使って、今回はドッグオーディオミニの音を、同じ S3 プロで同じ音源ね、電撃王さんだかな、なんかな、なんだっけな、ちょっと暗くて見えなくなっちゃったけど、同じ音源を流します。で、同じデジタルアンプですね。このドッグオーディオミニのいいところは、真空管のようなね、こう甘さを味わうことができるアンプです。で、残念ながらこのクリアさに関しては、本物の真空管にはかなわないっていうかね、甘さの方がものすごく強調されています。で、その4枚を超えるデジタルアンプと2499円で買えるデジタルアンプの違いをね、今日は同じスピーカーを使って同じもので音を出すので、ちょっと皆さんに聞き比べていただけたらなと思ってね、面白い検証だと思う、ね。で、たまたま施設さんからね、これと同等くらい同じぐらいの値段でおすすめ品はありました、ありますかっていうからね、そんな使い道も言わないのにね、これをめっちゃおすすめしてて自分がお気に入って使ってるのに、他におすすめありますかとは何事だっていうね、ざけんなよって感じで、で、今回はこの動画を作ることにしました、ね。サウンドアーティストさんの音出し検証の動画は今日の動画でね、今まだ編集中だからアップしてないんだけど、今日同じアップしますね。それじゃあね、実際に音を聞いてみてくださいね。名前なんだっけな、これね、獣王魂さんのところだね。どのサイトかはね、これ書いてくれたら嬉しいよって書いてあるの、これ名前書いておくんでね、また同じ音源聞きたい方は自分でダウンロードして聞き比べてください。じゃあ、いきます。We'll be right back.
はい、そのわけでね、いかがだったでしょうか。よいしょ。まあ、お聞きになったようにこのどこでを見にね、甘い感じがしない音に、ね、で今日はねサウンドアーチットさんの、まあ、結構いいとこのねデジタルランプの音を聞いてやっぱりそのクリアさね、すごいクリアな音だったのでその音を聞いた後だとちょっと眠いのかなっていうねそんな感じもするけどその音が困った感じはしないよね。この甘い感じで低音が本当に心地が良いでしょ。でボーカル部分がね高音部分がねちょっと強調してるというか低音部分が甘くエフェクトがかかっててるんだけれども高音の方がちょっとバランスがちょっと強いぐらいじゃないかなっていうぐらいで、で全体的に低音がちょっと大きめなんだよね、なのでこれが デフォルトでこう調整が何もないんでこれがデフォルトです本当ね。なので、まあ、こういうバランスのアンプなんで、まあ人によってはどうしてもなんかちょっとこう調整したいなっていうのは出てくると思います。で今 S3 Pro なんで F1 プレイとかね他のもので再生するのと比べると音は若干ちょっとこうきしめに出てしまってるんだけれども、まあそれにしても2999円の音です。これがねで、まあ、キャッシュバックでいうと2499円の音です。いかがでしょうか。なのでこのねアンプに何を求めるかなんだけども最高峰の音を求めたらもうお金がいくらあっても足りない、ね、で音の入り口から出口までを全てを固めるのはかなりね大変なことです。これはねそれで、こんなに小型でこんなちっちゃいんだよ。こんなめちゃめちゃちっちゃいんだよ、まあ、ちょっと今電源切るけど、ね、よいしょ。よし、はい、どこの目にこんなちっちゃいんだよ、ね、でほらバナナプラグだよね、接続もできるしこれバナナプラグ使わなくてもここにスピーカーここで、ね、ほらここにほら穴がちゃんとこう出てくるのでここにスピーカーの線を入れてキュッ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 って閉めちゃえばね、OK です。バナナプラグにも対応してるよということでね、うん、ちゃんと金メッキプラグ使って結構おしゃれでしょ、ね、でパワーがものすごいでしょ。もうこれはこう終わりがないんだけどこれねずっと終わりがないんだけどかなりハイパワーですこれね。でもうテレビの音をスピーカーにつなげていきたいんだったらもうこれで十分だし、でパソコンの音をね聞いたのでもそのパソコンの音を 3.5mm の出力でそのまんま入れて、スピーカーに出力すればたまらないと思うんだよ。でこれが激なおじいの視聴者さんだったら2499円で手に入る。しかもねここも綺麗だったでしょ LED が、ね、このね、デジタルアンプでありながらこの甘い感じでね聞けるアンプ、しかもこんな木目調でねおしゃれでしょこれね。ほらちょっとここら辺も高級感があるでしょ、ね、置いといてもちょっとこれ目を引くよね。お友達が来てもね何これっつって、ね、アンプなんだよこれがみたいな感じで、ね、ちょっと話題性にもなるよ ね、うん、ね、まあ学生諸君だったらね、学生男子だったらね、まあこういうものをパソコンのところにピョって置いといてごらんなさいよ、ね、彼女が来て何これ知って、あこれかい、うん、これアンプなんだよほら音聞いてごらんなんて言いながらね、ムードのいいミュージックでもね流してごらんなさいよ売ってるさ、まあ素敵みたいなね、もう LED がキラ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 してね、ちょっとこう電気を暗くするともっと綺麗なんだよって言いながらね、
見たい見たいって言いながらね、キャッキャッキャッキャ言いながらね、まあ、そこから先言わないけどもね、たった2499円でいろんなチャンスがねゲットできるね、若者よ、どうせアンプ使うんだったらこういうアンプ使った方がお楽しみでしょうね。はい、それだけで今回はどこでお目にね、ノブサウンドさんからね、今の残り14点、2999円で今販売中です。で、必殺技のあれ今どこにあるのかな、どっかにあるな、必殺技のあいつがない、なんで事前に用意しない、それが元気なおじいだよと、おかしいな、いつもならここら辺に転がってるのよな、これないない、あったここにあったね。はい、元気なおじいのチャンネルをご覧の視聴者様だったら、ノブサウンドさんのね、このショッピングページからアンプ限定です。アンプね、どのアンプでも何でもいいです。アンプを買ったら注文番号を添えて、元気なおじいの動画を見たってね、ノブサウンドさんにメールをすると全品300円キャッシュバックとなります。そして、このどこでお目には元気なおじいが紹介してるね、特別上乗せキャンペーンの対象商品なんで、この300円プラス上乗せで200円の還元対象になります。なので500円のキャッシュバックということになります。2999円でポイントが30ポイントつきますね、こちらをポチって注文番号を添えて、元気なおじいの動画を見たってね、注文した後に注文番号と一緒に連絡をすると500円、ね、返金してくれます。したがって、実質じゃなくて正真正銘の2499円で買えて、しかもポイントも30ポイントね、追加されますよというね、こういう美味しい特典になっておりますね。まさかノブサンドさんもね、この時期で、この値段が下がったのを見てね、まさか今頃になってこれを PR されるなんて思ってもみないことでしょうね。で、最近ノブサンドさんね、最近忙しくてめっきりご連絡がなんて言いながらね、それでまたメールしてくなんかなかなかできないからね、なかなか忙しくてもう全然見ちゃいないからね、ね、どんどん、もうこうしてね、好きあらばね、お値段が安くなったものはぐんぐん紹介してね、ぐんぐん500円のキャッシュバック対象でね、視聴者さんにぐんぐんチャンスをね与えたいと思います。はい、というわけでね、今回はどこでお目にを紹介させていただきました。もう2499円でこの見た目この音で何か不満があるでしょうかね。これ以上のものを求めるんだったら、一体どのクラスのいくらのアンプと比較をしてそれに勝ちたいんでしょうかね。原点に変えて考え直した方がいいんじゃないかなと思います。はい、だけどね、あ、そうそう、あとこれはね、びっくりすることに Bluetooth で飛ばすことができるからね、これね、 Bluetooth、 スマホから Bluetooth で飛ばせちゃうの、すごいでしょう、これね、びっくりするでしょうね。 3.5mm の入力だけじゃなくて Bluetooth でも飛んでちゃうし、ここに USB-C もついてるからね、2499円でそこまでできちゃうの、できちゃうんです。だからおじいびっくりしてるし、ここに置いてあるんだよね。だおじいがね、全部みんなのノブサンドさんのアンプは全部好きなんだよ、みんな良さがある、でもどれ一つとして全くかぶりの同じものはないです。必ずね、何かが違う、どこか違う、使い勝手が違う、何かが違うね。だから本当にね、何に使うのかとか、どういう接続で使うのかとかね、求めているものを伝えていただかないと、どれが候補なのかもね、全く選びようがないということになりますね。はい、でおじいはノブサウンドさんのアンプの中でこの「どこでお目に」ね、これもね、本当もうこれが一番最高の音がいいんだってわけじゃないんだけれども、すごく魅力がある、これね、可愛らしいでしょ、すごく。色もいいでしょ、見た目もすごいいいでしょ、ね、だおじいはこれ気に入っています。だから自分が気に入ってるから、自分で、あ、いいな、自分で欲しいな、自分でお金を出して買いたいなと思う商品だからこそ皆さんにガチ押ししてるわけです。だからね、
自分で自分の感性でしっかりと確認をして気に入っているものはガンガンガチ押しします、ね、こういうチャンネルなんでね、本当かなりおじいのね好みによってものすごく激しいですね、紹介の仕方がね、はい、まあ、だからといってね紹介してないものは悪いわけではなくて、特におじいが気に入ったものはもうガンガン押すよっていうね、そんな感じでございます。はい、そんなわけでね、ちょっとでもね参考になっている方がいたらグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押してください。でチャンネル登録してくれるとね、テンションが上がるのでぜひよろしくお願いします。おじいでした。またね、バイバイ。このね、動画説明欄にリンク貼ってあります。残り14点なのでね、一人でも多くの方ゲットしてください。またね。